けどね、うん、都内某所、ある挑戦をする女たちがいた。彼女たちが挑むのは逆立ちコーラ。これはイッテ Q に出たいがために YouTube 企画に挑む2人の女芸人のお話である。いやもうできると思いますよ。やっぱり体操も習ってたし、逆立ちなんてもうお手の物なんで、まあちょっと一本分飲んでしっかり自分の足で立って帰りたいですね。結局は上が下で下が上ってだけなんで、普通立ってたらコーラを飲めるし、それが逆になったからって言って飲めないみたいなことはないかなと思いますね。まあさすがに人なんで。女たちの戦いが今始まる。ができない。彼女は逆立ちができなかった。もう一人の戦いが始まった。一度は成功したように見えたが、規制を発した後、彼女は止まんない。ちょっと変なギャップ出る。なんか太いやつ聞こえるよね。ちょっと嫌だ。太めのギャップが止まらなくなってしまった。イッテ Q に出られるその日まで、女たちの戦いは終わらない。